ラカル TV。 アッサラマリコ、ラカル TV のコマです。マリコムサラム、原田です。なんかお久しぶりのね、そうですよ、日本に帰ってたから。そうなの、コマがね、1ヶ月間だけ日本に帰ってました、実は。はい。で、今日皆さんにご紹介したいのは、僕が毎回こうつけているトワレグシルバーを皆さんに紹介したいと思います。ちょっとじゃあ見せてもらいましょうか。今日ね、いつもより多めにつけてます。なんかジャラジャラしてんな。そうトワレグシルバーってそもそもなんだっけ。そう、トワレグシルバーってそもそもそのサハラ砂漠にトワレグ族っていうのがまずいて、通称青の民って呼ばれてるんですよ、ね、青の民。そう、なんかサハラ砂漠ってすごい強風とか砂ぼこりがすごいから、うん、青いターバンとかで、そうそう、身を覆って、なんか基本は目しか見えないみたいな。なるほどね。青の民族と、はい、呼ばれているみたいです。トワレグシルバーの特徴としては、通常シルバーアクセサリー925っていうのが普及されてるんですけども、925って何かというと 92.5%銀が使われてますよってことなんですよ。銀、シルバーですか。そう、シルバーが使われてるってことなんですけど、このトワレグはほぼ純銀、ほぼそう925よりも銀の純度が高いってことです。そう、ほぼ純銀。なんかここも面白いですよね。ほぼ純銀みたいです。100ではない。100ではない。90、要は 3% から 99% みたいな感じで、はい、されているみたいです。で、なぜそもそも僕がトワレグシルバーに目をつけたかっていうと、ネットかなんかで、あ、これいいなっていうのを見つけたんですよ、たまたま。そしてでも僕らがやってる宿の宿泊のお客さんがたまたまそれつけてたんですよ。え、それがそセネガルで買ったっていうんですよ。へえ。これどこで買ったんですかって言って、セネガルの、まあ、市場その辺で買いましたって言って、ね、そんないたんだ。そっから僕調べていって、トワレグシルバーにたどり着きました。で、日本だと、まあ、今セレクトショップで取り扱われていて、例えば僕の好きな、1LDK で、西日本でいうとロフトマンっていうセレクトショップとかで取り扱われている。全然わかんない、はい、全然わからん。結構僕が好きなセレクトショップで、はい、取り扱われています。そしてこのトワレグすごいのが、かの有名なエルメスデザイナーさんが、はい、この、まあ、トワレグシルバーを見て、なんだこのシルバーはっていうその驚きがあり、そして一つ一つ実はこれオーダーメイドなんですよ。あ、手作りってこと。そう、こういう繊細なこの、まあ、デザイン、シルバーのデザインが特徴なんですけれども、こういうところにエルメスが絵をつけて、トワレグをモチーフにしたコレクションを発表したりとか、まあ、要はエルメスも認めた。そうそうそう。なので、まあ皆さんにそんな僕のおすすめするトワレグシルバーをこれからご紹介したいと思います。じゃあ今からね、今これ店舗の前ですね。そう、じゃあちょっと行ってみましょう。行ってみましょう、はい、行きましょう。ここね、なんかちょうど工事してる。すいません、パルドン。ちょうどここね、こちらがトワレグシルバーの店に、ちょっとじゃあ行ってみましょう。行きましょう。入ってみます。アッサラマリコ、サラマリコ、サバ、ハロー、長年サバ、サバビエン、サバビエン、サバ。彼がここの店舗のオーナーさんです。サバビエン、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 サバサバビエン。セネガル人じゃないね。そう、それこそトワレグ族です。トワレグ族。もともとサハラ砂漠で暮らしてたって、正真正銘のトワレグ族。すげえ。やおファンが柔道？20。20か柔道。20、OK。すげえ。なんかめちゃくちゃいろいろあるんで、ちょっと紹介してもらいましょう。ちょっと代表的なデザインをちょっといくつかご紹介したいと思います。はい、むしろ？はい。代表的な、ね。今出してもらっているのはリングですね。なるほど。そう。で、これトワレグシルバーのまたもう一つの特徴として、この見えるかな？黒い部分、黒い部分はエボニーウッドっていう、なんかものすごい硬い木材で、そうできている。エボニーウッド。そうみたいで、これなんかそのアクセント、デザインのアクセントの一つにもなっています。結構代表的な、日本で結構普及されてるのかな。
はい、モデルです。で、あともう一つの特徴として、これ結構皆さん重要なポイントで。おい、皆さん重要らしいですよ。トゥアレグにも実は、はい、あの、偽物あります、これ。あ、あります、あります。もはや偽物出回っちゃってる。出回っちゃってます。僕も、まあ、まだそのトゥアレグシルバーでそこまで普及されていない。日本ではね。うん、ですけれども、ね、結構その先ほど言ったんですけどエルメスとかデザイナーも、ね、モチーフにしたりとかもしてるので、まあ、世界では結構普及されてるのかなと思う、はいはいはい、でなんか日本でも、まあ、数は少ないけど偽物もちょっとずつ出始めてるみたいで、じゃあちなみにこれは全部偽物この今使ってるいやいや本物だわ本物ですよで、はい、ここポイント、はい、ポイントです、はい、ふざけないこの指輪だと、はい、皆さんあの指輪の内側見てください。すごい見づらい、見づらいけど見えるかな？いやーどうだろう。この内側に穴書いてあるね。そう、これ彫ってあるんですよね。手、まあ、手彫りで。うん。そう、このマークがあの本物であるっていうサインです。で、この内側にこのマークがないと結構偽物の可能性が高いです。うん、へー、うん、どんなマークなの？ね、このマークまた。まあ、特徴があってというか、むしろ、これ、自分ギアでさ、基本は、皆さん見ますか？このマーク、このマークが何を示しているかっていうと、村、サハラ砂漠の中にある村の、まあ、紋章マークみたいですね、うん。だから一つ一つ名前がちゃんとあるんですよ。本当だ。すごい。これ僕、知らなかった。すげえ。めちゃめちゃ面白いなっていう。そう。基本は、そう。これが、まあ、外側のデザインであったり、まあ、内側のデザインに。そうそうそう。しかもめちゃくちゃなんかかっこいいっていうか、なんか、なんだろう、ドラクエに出てきそうな、そうそう、紋章みたいな。そうなんですよ。へぇー。こっから、例えばじゃオーダーメイドで作ってくださいってなると、ボンジュー。ボンジュー。あ？あれなる。計算でもまずそっからオーダーメイドで、そう、オーダーメイドで作ってもらうとなると、例えば自分でここから選べたりとか、うん、また何だろう、この中にある以外でもじゃあこういうの掘ってくれっつって、なんか手書きとかで掘っていけば、ね、彼が掘ってくれたりします。ちなみにここでも掘ってるの？そうなんですよ。ですごい待ってましたと言わんばかり。そう、変なちょっとね、そんなによくはないんですけども、狭いね。僕も実際見たことあるんですけど、ここで実際作るの？彼が作っています。まあ彼とただの椅子じゃん。そう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 。あ、ここのここでね、カン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 打ってます。へえ。で、彼のまあなんだろうな、まあ従業員というかもいるので、うん、まあ普段 3,4 人体制でいつもあやってるオーダーメイドでここで作っています。はい、すげえな。なんかいつにも増して語りが熱いよね。いや、やっぱ好きなんですよ。好きなんだね。洋服ファッションなんで。ああ、そっか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 。あれ、いつもよりも増してたら饒舌だと。いや、饒舌だし気持ちが入ってますね。そうそうそう。それぐらいいいってこと。そう。で、もういくつかご紹介させてください。はい、バングルね、バングル。あ、バングル？バングル。バングル、ブレスヘッドってこと？そう。むしろ？なるほどね。バングルをブレスレット。あ、違う。俺じゃん。こんな感じで。大量に今出てきましたね。撮ってもらったんですけれども、これも、まあ、代表的なデザインというか、見えるかな、この手の上でやる。代表的な、これもモデルで。あ、これが一番代表的なやつ。そう、エボニーウッドが使われてます。黒い。あ、本当だ、エボニーウッドに。これ一番代表的なモデルかな、ブレスレットの中では。そう、すごいなんかやっぱり綺麗なんですよ。まあ純銀っていうことで。いや、純じゃないんでしょ。
そう、ほぼ準ほぼ準備、ね、すいません、ほぼ準備 99% ぐらいね、すごい輝いて、これよりもさらにまた輝きを彼が磨いてくれるんですよね。うん、また買ったら。そうなので、またプラスアルファで輝きが増します。で、ちょっと大きめの、これも代表的なモデルかな。大きいね。そう、太いな。で、ちゃんとやっぱ本物の印として、内側に作った人の、彫った人のサインがちゃんと記してあります。今度逆にこれを真似されちゃったらどうするの。これはね、あれで判断するしかないよ、純銀具合で。あ、なるほどなるほど。そう、結構偽物の場合は銅っぽいのが使われてて、なるほどね。なんかあとこの純銀の、そう、特徴として、ほぼ純銀かの特徴として、この柔らかさがすごいあるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。これ例えばじゃあ硬かったりとかすると、あ、何か混じってるんだ、なるほど、そこで判断してください。はいはい。すげえ。そう、この多分このエピソードを聞くと、うん、あんまりアクセサリー興味なかった人とかも、うん、まあ、ちょっといいなって思う。俺全く、俺ほら結婚指輪したらもうさもうなんかつけたくないくなっちゃうぐらい、なんかその指輪とか、うんうんうん、バングルとかってもうつけたくないわけよ。あ、本当に。でもなんかこういう話を聞くと、あ、こういうのいいなって思うんだけど、でも多分ブレスレットって、その何つけたことない人から、ブレスレットじゃない、バングルってつけたことない人からしたら、なんかすげえ、そう、違和感あるんだけど、違和感あるけど、意外とつけるとそう馴染むっていうのが、まあ、特徴。プラスアルファでインパクトもあるので、例えば夏場とか、はい、T シャツ1枚とかでね、うん、過ごす方もいると思うんですけど、はい、で、そこに一点投入じゃないけど、このバングルをつけることでアクセントになったりとか、ね、おしゃれのね。そう、冬場とかもチラッと見える、ね、なるほどなるほど、長袖から、そういうのもまたアクセントとなるので、ぜひぜひおすすめです。はい。つけてみる？ちょっと。じゃあつけてみるかな。ね、じゃあちょっと。いいのかな、うん、これ小学生以来の小学生あるな。どうですかね、皆さん。いや、チラッ、うん、チラッと、チラッ、どうですか。でも意外と馴染んでない。いや、違和感。そうだね、話はつけるとちょっと違和感だよね。まあ人によるかな。あ、じゃあピアスとかもあるんだね。そうあれピアス、あ、うん、そう、これね、あれなんですよ、意外と僕バングルとかのリングとか日本で普及されてるんですけども、うん、意外とこのピアスとかそんなに見たことなくて、ここ結構品揃えが豊富で、ピアスとかも実は確かにあったりします。これもちゃんとまあ、トゥアレグの刻印というか、さっきお見せした、まあ、村の刻印とかが刻まれていて、そう、一つ一つこれも手作りで、作られています。え、じゃあ気になるお値段の方、気になるお値段の方なんですけれども、はい、まあ、日本で売られている価格としては、あ、日本でね、うん、セレクトショップで、そうで、これさっきお伝えした代表的なモデルなんですけれども、うん、そう、見えるかな、見える、これだと日本だと、まあ1万円から、まあ1万2000円ぐらい。ああ、1万。え、それってどうなの？普通のリング的には。まあ、なんか安いと思います。安いんだ。はい。そう。で、ね。ほぼ純銀だしね。そう、ほぼ純銀だし。で、こっちのちょっと大きめのデザインのものだと、うん、ちょっとお値段上がって、1万5000円から、まあ、日本円でね、2万円弱ぐらいですかね。日本で。はい。します。で、ちょっとバングルも、ご紹介させていただくと、これね、これも代表的なモデルなんですけれども、はい、これだとね、2万円弱ぐらいします。日本で。うん。まあ、1万5000円から2万円ぐらいかな、します。そう。で、また。なんちゃみたいな。はい、すいません。これ、ね、回し物じゃないですよ。この大きめのまた、バングルになると、うん、これね、結構お値段張って、もう2万5000円から、中にはもう4万円以上するようなもの。4万円、うん、あります。この大判のデザインが、エルメスのデザイナーさんがモチーフと、そう、したっていう有名なデザインのものになります。はい。まあ、日本だとそれぐらいだけど、まあ、ここセネガルで買うと、
ちょっとそこまでなんか大きなことは言えないんですけれども、まあ、そう、店員さんもお母さんもいるし、あのぐらいかな。まあ半額で買えるかな、半額ぐらいぐらいです、目安としては。 そうです。でそれより安いと、あの先ほども言ったんですけど、結構偽物の可能性があったりとかするんで、はいはいはい、あの皆さん、あの安く買おうとしないでください。安ければいいってもんじゃないんで、本当に。あ、なるほどね。その適正の価格をちゃんと自分で、難しいかもしれないけど、見極めて、うん、実践物を見て、ちゃんとあの僕が先ほど お話ししたあのちゃんとその偽物のサインっていうのもなるほどねあるんで、そこを見極めてちゃんとあの買い付けてください。あ、じゃあもしよっしゃこれ安く買えたと思ったら実は偽物だったってパターンが多いんだ。あるので、ちょっとそこを安すぎっていうのは注意が、なるほど、本当に何でもそうだと思うけど、確かに必要で、セネガルはね。そうそうそう。今までこのトゥアレグをご紹介させて、いただいたんですけれども、はい。で、もう何回もお伝えしている通り、僕めちゃめちゃトゥアレグ好きで、で、なんだろう、最近、あの、和心の隣というか、和心の中に、ブティックもオープンさせていただいたんですけれども、はいはいはい、そこで、売ってるよね、もう実は、はい、トゥアレグシルバーを作る、ね、取り扱っています。で、日本でもこれから、まあ、下ろしていくというか、ちょっと、ね、そういったこともちょっと考えているんですけれども、もし、あの、ね、ダカル TV を、あの、ご視聴されている方々の中に、あの、興味がある方がいましたら、あの、連絡ください。あの、まあ、その値段であったり、あと、なんだろう、うん。送ることもできるんで。だそうです。はい。そこは、メールでご相談ください。いろいろとね。ご興味ある方は。はい。偽物送るようなことはないよね。もう、そこは。いや、ないありません、ありません。心配せずに、そこは。なるほど。相談してください。はい。ね、いつも以上に長々と、語ってしまったんですけれども。はい。今日はこの辺にさせていただきます。じゃあ最後いいですか。はいはいはい。今日は購入はどうする？購入ね、しようと思ってるんですよね。実はこのどちらかを。はいはいはい。あ、いいねいいね。うん。すごいシンプルな感じで、小ぶりなデザインが欲しかったんで、これから値段交渉してぜひぜひ買いたいと思います。はーい。はーい。それでは。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました、なかなかと。さよなら。またねあら、甲子園と。あ、どうしたの？値段交渉がやってますね。アベクサ？ノノノサセアプル。プル。甲子園コンプル。プル。ラメルサセ。対数字が出して、プル勝負コンプル。ノンセイフォレビネルプリスユンプラ。値段交渉が一向に進みません。ダメみたいです。下がらないです。そう、意外とセネガルだと値段交渉するとすぐこう下がる。下がるけどね、ここは下がんないね。ここ下がらない。いい店ってこと？そう。偽物、本物をね、見極める一つのあれかもしれない。ね、確かに確かに。全然下がらないっていう。ちゃんと適正価格みたいです。今日はもう帰ります。はーい。お疲れ様です。はい。オッケー、バイバイ、メッセ僕。オッケー。オッケー、チャウチャウ。チャウチャウ。メッシー。チャウチャウ。めちゃめちゃいい人。ね。